1年後レイお姉ちゃんピアノ上手だね。そうかな。ああ、また髪の毛変わってんな。うん、上手。ふん、ありがとう。私にも教えて。それじゃあ一緒に弾いてみようか。わーい。みんな、お茶が入ったよ。あ、おじいちゃん。お菓子もあるからね。やった。マドレーヌ。それじゃあピアノ後にしよっか。はーい。すいません。お客さん？おや、誰か約束をしていたかな？私見てくるね。すまないね、レイ。あ、モルコットや！やべ、レイさん！私の名前はモルコット！ふふ、知ってますよ。いらっしゃい、モルコットさん。いや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 、まさかあの時見かけた女が、ルイスさんとかお孫さんだったなんて、大変なことばっかり言って、ほんとすいませんでしたね。いえ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 。相変わらず今日も探しですね。また子供たちが集まってるんですか？最初は一人の子はピアノを教えてほしいって来たらだけなんですけど、今はすっかり増えちゃいました。ピアノの先生だな、もはや。あ、そうですか、そうですか。まあ、レイちゃんは面倒見もいいですね。ところで今日はどうしたんですか？実はですね、あ、僕の奥さん、ルチアと、おととい生まれた娘です。いやー、待ちに待った待望の子供ですよね。もう可愛くて可愛くって。この人生まれる前から、何でもかんでも買い揃えちゃって、家中物が溢れて大変大変なのよ。こんなに癒されてこの子も幸せですね。今からお恥ずかしい。それでルチアさんご挨拶をおうと思って、わざわざありがとうございます。今、おじいちゃん呼んできますね。ギャーギャー。ん？あら、この子、レイちゃんのそばに行きたいのかしら。レイちゃん、よかったら抱っこしてくれる？いいんですか？もちろん。あったかくて、ふにゃふにゃでかわいい。キャッキャ。あ、こら、レイちゃんの手を掴んじゃいけません。大丈夫ですよ。このやけれもう痛くありませんから。そうですか？そういうのはいいんですけど。てか、モルコットさ、ちゃんと奥さんいたんだな。ほんと、右手を掴んで離さないものね。あれ、この子の目。お、気づいちゃいました？そうなんですよ。見てください、この宝石のような赤い瞳。それについてる黒髪。綺麗でしょ？可愛いでしょ？ま、別に色なんてどうでもいいんですけどね。なんつったって可愛いんですから。もうこんなにまで親子がダメで、恥ずかしいでしょ？ごめんって、でもこんなに可愛いのか仕方ないだろ？それなんですが、実はこの子の名前を、で、レイちゃん？どうしたの？やっぱり手が痛いんじゃ。リーリン。え？キャッキャ！リーリンなの？キャッキャ、あうあう。あら？うちの子よくわかんないけど、ご機嫌だわ。そっか。そう。なんだね。やっと、会えたね。レイちゃん大丈夫ですか？ああ、ごめんなさい。あんまり可愛い赤ちゃんだから思わず泣いちゃいました。でしょでしょ、もう可愛くて仕方ないんですよ。我がもう家の宝、我が大家のお姫様なんですよ、もう。いっぱい一緒にいてあげてくださいね。もちろんですよ、もう片時も離れません。もう黙って。あ、それでね、レイちゃん、話は戻るんだけど、実はこの子の前、名前迷ってて、名前ですか？そうなんですよ、もう可愛すぎて決められなくて。それでルイさんに相談に来たんだけど、でもこの子、レイちゃんのことは大好きみたいね。え？レイちゃん、レイちゃんさん良ければなんだけど、この子の名前決めてくれないかしら。え、私が？実は僕もそれがいいかなと思ってたんですよ。レイちゃん、どうですか？でも、お願い、レイちゃん。もう僕だけは収集がつかないんだけです。では、その、リーディンはどうでしょうか。リーディン？宝石みたいな目、綺麗な黒髪。とても可愛い、この子に似合う可愛い名前じゃないかなって思って。どうですか？
いいですね。え？リーディン。うん、すごくいいです。かわいいこの子にぴったりの名前じゃないですか。さすがレイちゃんです。でも不思議ね。私もこの子にはリーディンって名前が合う気がする。レイちゃん、本当にありがとうございます。僕たちこれから町の人たちにリーディンを自慢しに行ってまいりますので、それでは、ちょっとルイフさんに挨拶まだしてないじゃない。おじいちゃんに後から伝えておきますから、早く行ってあげてください。本当にごめんなさいね。あの人いつもこうなの。あ、それとね、実はもう一つレイちゃんに相談があって。何ですか？まだまだ先の話になると思うんだけど、レイちゃんが嫌じゃなければいいんだけど、この子が大きくなったピアノを教えてあげてほしいの。え？ここに来る途中でもレイちゃんのピアノが聞こえてたんだけど、この子すっごく喜んでたのよ。もしかしたらピアノが好きなのかなと思って。どうかしら？もちろんです。私なんかでよければ喜んで。そう言ってくれると嬉しいわ。それじゃあ私もそろそろ行くわね。あの人を追いかけないと。ルイさんによろしく伝えておいてね。あ、あと、レイちゃんも変な男に引っかかったらダメよ。よかったね、リーリン。親愛なるバルツ様。バルツね、元気にしていますか？バルツでは家を出てもうすぐ1年になりますね。最初家を出るって聞いた時は驚いたけど、考古学者になったって聞いた時はもっと驚きました。いっぱい勉強してたのは考古学の勉強だったのにね。言ってくれればよかったのに。これレイちゃん視点の手紙だよね。あ、レイよりだもんね。考古学についてはよくわかんないけど、一年で考古学者になるのは本当にすごいことだっておじいちゃんが褒めてたよ。本当に頑張ったんだね。お疲れ様。私は特に変わりなく過ごしています。でも最近よく子供たちが遊びに来ています。一緒にピアノを弾いたりしてるんだ。また近くに来たら遊びに来てください。待ってます。レイより。バルツェー！だいぶ変わったなーと言われてのこのこ来たはいいけども、レイちゃん不在だったか。タイミングミスったな。それにしても驚いたよ。え？飲み込みが早いとは思っていたけど、まさかこんな短時間で考古学者になるとは。まあ、昔からちょっとかじってましたから。それに、ルイスさんにちょこちょこ教わってもらったしな。いや、それにしたっておいそれとできることじゃないよ。とにかくおめでとう。ありがとうございます。その本ももう読めるのかい？まあ、大体ですけど。応用も聞くと見える。逸材だな。実は考古学やってる間に自分に魔力があることに気づいて、多分その残った魔力使って本読み解いてるとは言えないよね。ま、親が親だったんで、こういう気が自分に向いてたみたいです。バルツェ君。どうしました？あ、いや、すまない。ただ、昔、君からその、イオンの話が出るとは思わなかったものでな。ああ。もう親のことを引きずるのやめたんです。それは、ま、ずうずうしいっちゃずうずうしいんですけど、でも、俺は俺として生きてもいいかなーって。すいません、ルイスさんの前にこんなこと言って。いや。その方がいい。その方がずっと君らしいよ。ありがとうございます。で、どうかね、バルツ君、その本は。うまくできてますけど、複製品みたいですね。何？あの商人、偽物を持ってきよって。ありがとう、バルツ君。あの商人の取引するのは、金輪際やめることにしよう。それがいいと思います。ところで、バルツ君。君はなぜ今この家に来てくれたんだい？ん？どういう意味ですか？確か、レイとは手紙やり取りをしてるんだったね。レイから何も聞いてないのかい？え？レイちゃん何かあったんですか？いや、レイに直接何かあったわけじゃないんだが。実は先日、この町の集会があってな。え？
最近街も平和だし、浮かれて私もつい酒を飲んでしまって。ルーフさんもう年なんですから、このままにしてくださいね。まあ体調は問題なかったんだが、その酒の入った勢いでつい私も応援先短いし、レイを一人残していくのは不安だと泣きながら言ってしまったらしい。はあ。俺は何の話を聞いているんだ。そこでこれだ。何ですかこの本の山。レイ宛ての縁談だ。は？レイも来年成人だ。こういう話が来ても無理はないんだが。え？ここって17って成人なんですか？おや、知らなかったのかい。そうか、シワの町じゃ20歳が成人だからこっちもてっきり。私は、レイを幸せにできない男に嫁がせるつもりはない。そう思うんだが、中にはどうしても断れない話もあってね。レイさん、突然すいません。この前必要だとおっしゃってた資料を持ってきたんですけど、おやおや、こんな時に。話のすまない途中ですまないね、バルテ君。いえ。まあそういうわけだから、レイが戻るまでゆっくりしていきなさい。俺もそうさせてもらおうかと思ったんです。いいです。え？レイちゃん、教会に行ってんですよね。ああ。最近は教会でピアノを弾いてほしいと頼まれることもあって、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、なんか、人気者になってる。迎えに行ってきます。いえ、しかし、祈りが終われば扉は。レイさん、いらっしゃいませんか？まったく来客中だったのに想像し。すまない、バルテ君。ちょっと席を外させてもらってもいいかい？どうぞ。燃えた！こっちは一年あずし我慢して広告者になったっていうのに、なんでそんな降って湧いた縁談なんかに横取りされてないといけないわけ？っていうか、なんでそれを姉ちゃん黙ってるわけ？ま、直接聞けばいいか。あ！教会、どうしようかな。司祭。レイさん、今日もありがとうございました。いえ、とんでもない。むしろおかし、私なんかのピアノですいません。そんなことはありません。今日もとてもお上手でしたよ。いつも弾いてくださった方が手を怪我されてたので、本当に助かります。怪我、大したことなくてよかったですね。本当に。柴さんでしたっけ？良いお医者様ですね。レイさんのお友達だとか。はい。立派な方ですね。今お父様と一緒に各地で治療を行っているそうで。はい。なかなか会えなくてちょっと寂しいですけど。でも手紙のやり取りはしてるんです。今はここからだいぶ離れた場所にいるからなかなか返事は来ないけど。シマもバレツも頑張ってんだし、私も頑張らないと。レイさん。おや。ん？いえ。ふっふ。ん？あ、すいません。まさか、悪魔が教会に忍び込んでいたなんてちょっとおかしくて。え？レイさん。はい。一人で悩まず、心を許せる誰かにきちんと相談された方がいいと思いますよ。え？そういえば私、今日は急いで帰らなければならないのでした。え、そうなんですか？教会の鍵、レイさんに預けてもよろしいですか？え、でも、レイさんはもう少しここでゆっくりしていくといいと思いますよ。その方が悩みも入ると思います。ははあ。それでは。よくわからないけど気を使ってくれたのかな？相談してもいいのかな？ん？やっほー、レイちゃん。バルツェ！うわー、久しぶりだね。元気だった？元気元気。レイちゃんも元気そうだね。うん。遊びに来んなら行ってくれればよかったのに。この方が驚くかなと思ったから。うん、すごくびっくりした。ってあれ、バルツェどっから入ってきたの？窓？あの高いところにある窓？ここだよね。だって、扉は祈りが終わるまで開かないんでしょ？せっかく姉ちゃんがピアノ弾いてんのに外で聴いてなんてもったいないじゃん。
危ないよ、怪我したらどうすんの。大丈夫だよ。手紙には書いたでしょ、ちょっとマリク残ってるっぽいって。それはそうかもしれないけど、でもやっぱり危ないことはしちゃダメ。はいはい、気をつけますよ。もう、それよりあの司祭俺のこと気づいてた？え？まあ害がないならいいか。バルツェ、背伸びたね。あと髪も伸びた。そりゃ1年も経てばね。レイちゃんも髪伸びたね。その髪自分で編んだの？うんうん、変かな。似合ってる。かわいいよ。あ、ありがとう。バルツはどうして来てくれたの？何かのついでかな？仕事が落ち着いたんだから、レイちゃんに会いに来たんだけど。あ、そうだ、考古学者。本当におめでとう。きっと大変だったよね。本当にお疲れ様。ありがとう。まあそんなことはどうでもいいの。え？もともとは、レイちゃんに会いに来るだけのつもりだったんだけど。だけど？レイちゃん？はい。俺に言うことあるよね。うん。バルツには、何でもお見通しなんだね。バルツ、実は私、働こうと思ってるの。なんだって手紙にも書いたけど、私、子供たちと一緒にピアノを弾いたりしてるんだ。いや、そう、まあ、それは聞いてるんだけど。それでね、最近子供たちがピアノを教えてほしいって言ってくれることが多くなってきて、それはすごく嬉しいし、できれば教えてあげたいんだけど、私はただ、お母さんの真似をして弾いてるだけだし、ちゃんと知識を持ってるわけじゃないから。だから本とか買って、いっぱい勉強しようと思って、いや、その心意気は素晴らしいんだよ。ここまで聞いてても働くこと全く結びつかない。え？だっていっぱい本買うだからお金が必要でしょ？それに、子供たちが使う椅子や机とかも買いたいなって思ってるんだ。私もちょうど来年成人だし、そんなの買ってあげるから働くのはやめなさい。え、なんで？それダメだよ。それバルツのお金でしょ？バルツが欲しいものを買わないと。俺もちょうどピアノの本と子供の机と椅子が欲しいと思ってました。バルツェ？あのさ、そんなものあくら、やとるいくらでも買うから、そろそろ本題入ってもいい？本題？って何？縁談。来てるんでしょ？俺一言も聞いてないんだけど。バーツどうして知ってるの？ルーさんに聞いた。そっか。ね。別に隠してたわけじゃなくて。私も、全然知らない人と結婚するのはやっぱり嫌だし、全部断るつもりだったから。だから、バーツに余計な心配かけるのも良くないかなって思って。余計な心配かどうかを決めるのはレイちゃんじゃないよね。バルツェ。怒ってる？怒ってないように見える？ごめんなさい。はぁ。俺がなんで怒ってるか分かってんの？心配かけたから？半分正解。残りの半分は？ A ちゃんが嫌でも断れない縁談が来たらどうすんの？そんな縁談あるの？あるの。案外世の中は薄汚い奴らばっかだよ。そうなんだ。バルツェは世界をいっぱい知ってるんだね。仕事であちこち行くようになってから特にね。そっか。好きじゃない人と結婚。それはちょっと嫌かな。はあ。本当に油断も隙もないんだから。ごめんなさい？レイちゃん。何？あ、縁談なら心配しないで。おじいちゃんに頼んで全部断ってもらうから。もう断っておいてから大丈夫だよっていうか燃やしちゃったし。右手出して。右手？急にどうしたの？いいから。あ、もしかして手袋買ってきてくれたの？うん。そんなとこ。レイちゃんさっき言ってたよね。え？
俺は世界をいっぱい知ってるって。うん。全然そんなことない。俺のいた世界はもともと真っ暗で、光なんて少しも入ってこなかった。そんな俺に差し込んだ光は、強いけど危なっかしい女の子だった。ワルツェ。1年離れただけなのに、それだけなのに、俺はまた暗闇しか見えなくなりそうで。レイ。俺はきっと、君がいないと世界の半分しか見えないんだ。バルッツェ?だから、はい、これ。これは、指輪。ん?あれ?あまり気に入らなかった?バルッツェ?何?あのね、バルッツェ。もしかして、バルッツェのいたところではそんな習慣なかったのかもしんないんだけど、男の人が女の人に指輪を渡すのは、その、女の人のことが好きな時であって、うん。俺のところもそうだけど?好きだよ、レイ。ん?返事は急がないから。ああ。ん?そうそう、ここ出る?手袋一緒に買いに行こうって前約束してたもんね。買いに行こうか。あの、バルツェ?ん?ありがとう。私こういうの初めてだからまだよくわかんなくって。そのうまく言えないけど。うん。でもきっと嬉しいんだと思う。そっか。でも指輪いいよ。私にはもったいないから。あれ?どうしたの?指輪、外れない。うん。うん。ごめんね。バルツェ?もしかしてこれ、外れないの?冗談だよ。そうだよね。よかった。半分は。え?俺にしか外せないようにしちゃった。どうやって?魔力で。なるほど。いいじゃん。ずっとつけとけば。縁談も来なくなるし。それとも左手が良かったの?そうじゃなくて、これなんか綺麗な石がついてるし、そりゃあね、こんな高そうな指輪をつけてたら、落とすのが怖くて歩けない。だから取れないって。あ、そっか。じゃないよ。まあ、細かいことはいいじゃん。で、何欲しいんだっけ?手袋と本と机?待って、これ本当に外せないの?あ、そうだ。どうせ手袋が俺とお揃いする?仕事柄結構手袋使うんだよね。バレちゃってばはいはい、聞いてます。で、何?手繋ぎたいって?全然聞いてない。ほら、手貸して。バルツの手、暖かいね。久しぶりだからかな。すごく安心する。じゃあ、ずっと繋いでないとね。思い出の記憶。最後のかけら。最後のあなたを思う。最後のピースを、ここへ。え?木を始まりに変えることができる!あなたの最愛を願う。最愛のあなたを思う。トゥルーエンド。トゥルーエンド行きましたね。で、ここはスタッフルームだね、完全に。いやー、じゃあちょっと会話ちょっと読み飛ばしていくか。しかし実はパズルが苦手なので、ユウからもらったパズルを強引にはめ込むお茶目さんでもあります。パズルの場所をしょっちゅう入れ替えてばっかり。それもまた素敵です。リーリー、まあそこそこ頑張ったんじゃないの?いかにも可愛いって感じがいいですよね。しかし、悲しく辛い過去を背負った彼女。両親や村人に虐げられ、不運に病気で亡くなってしまい、悪魔となった彼女は、
自分がこんな目に遭ったのはこの見た目のせいだと思うわけですね。お姉ちゃんと比べられたのも彼女の感情を生ませる原因の一つなわけで、このリーリン幼くて可愛い感じなんですけど、本当の姿のリーリンはちょっと儚げ大人っぽくて、これはこれで私大好きです。やっぱ怖い。いや、口調は絶対ノジャ口調にしたかったのです。個人的な趣味なんですけど。彼が最後のピースであることをきっと気づかれた方も いるのではないでしょうか。ピースとピース、へえ。今回初めて登場したシマの父さんです。続編作りにあたって絶対入れたいと思ったキャラクターの一人でもあります。唯一生きておられる親ということで、考えてみればすごいポジションなのかもしれませんね。ひょうひょうとしたつかみどころのないキャラが大好きなので、私はジルティさんが大好きです。おー、ルミオやないか。今作登場シーンはほとんどなかったものの、最後はちゃっかりユニアさんも迎えに来てくれたレイちゃんのお父さん、オルミオです。前作は島に救われたものの、レイちゃんが心配で残り続けてユニアさんを待ち続けた彼。でも嫁にはまだやらんとぼえてるかもしれません。前作であまり登場させることができなかったユリアさん。ルイフ。前回登場おじいちゃん、今作も登場していただきました。前回いなくなっちゃう心配するおじいちゃん、大変です、すいません。始末接点があったのはジューティーさんつながりだったんですね。あー、バルツェ、ここに頑張り100点かな、お疲れ様。まあこの人の人気がすごいの、なんのって。確かにいいキャラしてますもんね。見た目かっこいいし。ありがとうございます。作っていて、バルゼとも絡みを描くこの楽しみ、間違いないです。正解不正解で対応するのはイデアさん譲りだったりします。親子だもんね。前作と大きな変化はないのですが、耳にピアスをしました。一応耳だけにしたいです。おしゃれしたいです。すごいもんね。はい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 。髪伸びましたね。しれっと右に結んでますからね。いやー、個人的にバルセの髪を結びたかったんです。さらにピアスも兼ねてますからね。おしゃれ楽しんでますね。あー、そうなんだ。十字架イコール罪みたいな感じで、まだ罪、ユーさんの犯した罪を背負ってるって感じを出してたんですけど。チューチューシュガーのピアスは実は翼でして、翼イコール自由みたいな感じにしてみました。罪から解放されたんですね、バルセ君。よかったよかった。君がいないと世界の半分しか見えない。言って欲しかったんです、バルツェに。暗闇から引っ張り出してくれたレイちゃんは、やっぱり彼にとっては光そのものなんでしょうね。レイちゃんを養うために頑張って勉強して考古学者になった彼。いつもふざけたような雰囲気を出してますけど、ちゃんと考えてるから偉い偉い。髪切ったんですね、似合ってますよ。ちなみに前作はこんな感じでしたね。知ってる。バルツと喧嘩するシーンは書いててめっちゃ楽しかったです。それは喧嘩もしれません。もっとやれと思ってました。我らが主人公レイちゃんです。相変わらず可愛いですね。大好きです。今回カチューシャをつけてみました。何対しても可愛いんですけどね。シバからもらったそうです。今回レイちゃんの髪型は結構変わりました。まず大人レイちゃん。成長しても可愛いですね。そして髪飾り取れちゃったレイちゃん。取られちゃって可哀想です。このレイちゃんも大好きです。そして髪を切っちゃうレイちゃんです。髪を切るシーンめっちゃ好きです。そして最後の編み込みレイちゃん。めっちゃ可愛くないですか？いや、制作者になってるやんけ。9年という歳月が経ちまして、すごいな。あ、消えると思いましたか？すいません、やってみたかっただけです。あ、タイトル画面変わってる。最愛のかけらになってる。
わあ、終わったー。お疲れ様でしたー。